今日はですね、ボトルガムについてね、話したいと思います。ボトルガムなんですけどね、まあ、僕毎回これね、買って600円ぐらいで買ってんですけどね、お菓子の町岡だったら400円ぐらいで買えるんですけどね、コンビニとかで買うと700円とかしますね。スーパーも700円ぐらいかな。でボトルガム買うとね、こういうね、あのガム噛み終わった後の包み紙がねついてんですけどね、これ粒の数だけ残ってる、あの枚数があるわけじゃないんですね。なんでかっていうとね、まあ、ガム全部粒全部噛み終わってもやっぱり紙が余ることの方が多いっていうことで、まあ、粒の数よりも少なめに枚数、この紙の枚数少なく、だから律儀にね、この紙をね使い続けようとなっちゃうと紙が足りなくなっちゃうっていうね、まあ、そういうなんか会社のね思惑があるみたいです。